佐倉市飯野町の上空に来ています。飯野町は佐倉市の北東部に位置している地域です。ここでは11世帯27人の方が暮らしています。画面中央に見えてきたのは印旛沼サンセットヒルズ。印旛沼サンセットヒルズは印旛沼を一望できる高台にあるオートキャンプ場。キャンプ場の他にもバーベキューやテニスコートが整備されています。また千葉眺望百景にも選ばれた景色から見る夕日は絶景で、天候の良い日には富士山やスカイツリーを見ることができます。続いてやってきたのは佐倉市西部に位置する上志津。ここでは現在では5365世帯11500人の方が暮らしています。画面中央に見えるのは京成本線と京成志津駅。画面向かって上が成田方面、下が船橋方面です。京成志津駅は1日およそ7900人の方に利用されています。次に見えてきたのは志津市民プラザ。公民館や図書館の分館、出張所、児童センター、地域包括支援センターなどを備えた複合施設で、志津地区の活動拠点の場となっています。佐倉空遊、次回の放送もお楽しみに。